いやー乱世乱世どうもミスター部首都でございます本日は戦国時代解説結城秀康はなぜ2代目の将軍になれなかったのかというお話でございますはい、えー、徳川家康の次男であり2代目将軍徳川秀太の兄でもある結城秀康はなぜ、えー、将軍になれなかったのかまあ、通説では、えー、お母さんの身分が低かったから ととといいうここでで、ね、説明されることが多いですすし、まあ、しかしですね私この結城秀康の生涯をですね、えー、こう勉強してみるとですね、まあ、秀康が二代目将軍になれなかったのは決して母親の身分の低いとか高いとかそういう話ではないんじゃないかというふうに まあ個人的に思うようになりましたので、えー、今回はですねまあ、そのあたりもね話をしていきたいと思います結城秀康の生涯を追っていけばまあ、彼がなぜ将軍になれなかったっていうところねわかるんじゃないかなと思いますので、えー、興味ある方はぜひ最後まで見ていってくださいそれでは行きましょう結城秀康がなぜ将軍になれなかったのかというお話でございますさあこの結城秀康、えー、天下人徳川家康の息子なんですけども幼少期は不遇な扱いを受けていたというふうに言われております まあそれは母親とのね関係があるお話になってきますこの結城秀康の母親はおまんの方という女性で家康の女かけだったというふうに言われていますなので家康の正式な妻、正妻でもなくいわゆる側室、別妻でもなく愛人みたいなね人の女性の間に生まれたので扱いが悪かったというふうに言われています なんでそんなことになったのかっていうと、えー、それはですね決してこのおまんの方のまあ耳が低いとか、えー、そういう話ではなく秀康が生まれた時にですね家康の正妻だった築山殿が、えー、このおまんの方そして生まれてきた秀康、えー、その時はおぎーという名前でしたけどね、えー、このおぎいを認めなかったからだと認知しなかったからだというふうに言われています。えー、おの方も元々は、えー 三河の国のね神社の娘なので別にねえー、こうどこの馬の骨ともわからないみたいなそういう出自ではないのでまあ、決してその身分が低いとかそういう話ではなく正裁の月山殿がその家康がま勝手にその子作りをしたからまあ、許さなかったんじゃないかというふうに言われていますまあ、これもえ現在ねどんどんこう研究が進んでいく中での一つのま説なので、えー、あくまで一つの説だと思ってね聞いていただきたいんですけどもまあ、この中世においては武将のまあ正妻、えー、正式な妻がその武将がその側室 との間子供を作るかどうかみたいなのを決める権限があったんではないかって言われてるんですよねだからその「父様だから」ってね「武将だから誰でも好きな女の子をね妻にできていっぱい側室持てます」みたいなそういう話はなかったと言われてるんですよ。あくまで制裁が認めた相手との間の子供だけがちゃんとねその一族の一家の中のまあ 一員後継ぎ候補と認められてで当然妻もね、えー、その勝手にその男の方が誰か連れてきてね妻にするぞとか言ってもダメだったんじゃないかというふうに言われています。はい、でこのおまんの方っていうのは、まあ、家康がねその制裁のき山殿に許可を取らずに、えー、勝手に付きあって、えー、子供を作っちゃったっていうところがあったので、まあ、その築山殿が認めてくれずにその子供のお義 後の秀康もま不遇な扱いを受けたというふうに言われています。まあこれはえどうするや康の本編解説の方でもね詳しくお話していますので気になる方そちらも見てみてください。はい。まあそんなふうに月山殿から認めてもらえなかったせいで幼少期は父親の秀ともね簡単に会うことはできなかったとかも言われています。でそれを秀康のね長男の信康が間を取り持って秀康のねこの秀康まあ尾生を面会させてあげたなんていう逸話とかもあったりします。まあこれはちょっと一時資料にある話ではないと思うのでまあどっからどこまで本当の話かはわかりませんけどもまあそういう話があ。 できてくるぐらいですからまあね家康も自分の手元で、ね、大切に育てたとかまあ、そういうことは本当になかったのかもしれませんそんなお議の立場が急転したのが父家康が八葉秀吉と戦った小牧奈楽天の戦いの後でございます、はいえー、小牧奈楽天の戦いでは まあ家康もかなり前線をするんですけども、まあ、最終的には、えー、秀吉と和睦するということになって、まあ、ほぼ幸福みたいな形ですね、えー、秀吉に頭を下げるということになって、えー、もうこれからは秀吉とは戦えませんよという、まあ、その証しとしてここのいが送られるということうになりましたなので本当に生まれたばっかりの頃はお父さんにもね会わせてもらえずそして成長してきたら今度は人質としてつまり政治の道具駒として秀吉のところに送られてしまうというねそういった辛い境遇の中で しかしですね秀吉のもとに行った後はえなんとこのお木偉は秀吉の養子え子供としての扱いを受けてえ秀吉は秀吉をもらって「え秀康」というふうに名乗っていくということにもなりましたでしかもこの時え秀吉の朱印状ですね秀吉が、えー、書いた公式な文書の中ではこの秀康のことはですね「家康の嫡子」というふうに書かれています。で元服した後も徳川三河の神という,ふうに この秀吉のことが書かれています,、まあ、すなわちですね家康自身がどう思っていたかどうかは分かりませんけどもこの秀吉のもとへ え、人質に言った時点では、え、この秀康はですね、家康の、まあ嫡男、家康の後継というふうに。え、見られていたみたいです。まあ、この時にはもう月山殿も死んでしまっているのでね。それを否定する存在もいなかったとっいうところなのかもしれませんけども。家康のちゃんと後継だと、家康の着難だということで、秀吉の元に言っていたみたいです。だから、そここそ家康着子って言われてるし、徳川三河守っていうのは。ね、家康がもうめちゃめちゃ頑張ってね、献金して朝廷に、なんとか手に入れた。名前とね、え、官職ですから、まあ、それを引き継ぐ、引き継いでいると。 ということになってますので少なくともこの時点では秀吉の元に行って元服した時点では家康のちゃんと後継としてて認められいいた可能性が高いです、まあ、だからそのお母さんの身分が低かったからとかね築山殿が認知していなかったからもう生まれた時点で家康の跡継ぎとしては扱われていなかったんだよっていうのはちょっとその説には疑問がありますよね。 秀吉のところに行ったきにこういう風うにいやその着手だそして徳川三河の神っていう風うに言われてるわけですからその母親の身分が低いから着名になれなかったみたいな話は違うんじゃないかなと個人的には思いますそしてその後ですね、えー、さらにこの秀吉の立場を複雑にしてしまう出来事が起こりますそれが有機系の養子入りですね千五百九十年 北条家が秀吉にね敵対をしてえ滅ぼされてしまったあと家康は領地替えで関東の方に、えー、転覆されますよね、えー、その時にこの関東の、えー、名門の一族である、えー、結城家っていうのが、えー、養子を欲していてこの秀康がそこの養子になるということが起きるんですね。まあ、どういうことがあったのかちょっとね見ていきたいと思うんですが、えー、その関東の名門、えー、結城家鎌倉幕府の御家人ですよねもともとはね結城藤光っていう武将がいて、えー、非常にその養子丹麗でね歴史 的に言われてる人ですからね本当にイケメンだったと思いますけどもイケメンで,で弁も立って非常に能力も高くて頼朝からすごく愛されていてね出世していった鎌倉幕府の御家人結城統一を外する結城家っていうね戦国時代まで代々続いている超名門のこの結城家っていうのが関東にいてで北条が滅んだ後ですねその時の結城家の当主結城春友 という人が秀吉に対してですね、秀吉の一族を養子にもらいたいということを言ったというふうに言われています。そして秀吉はちょうどこの頃ですね、鶴松というね男子が誕生していました。後の豊臣秀吉の お兄ちゃんにあたる人物ですねただこの鶴松はこの、ね、若くして死んでしまうんですけども、まあ、この時はまだ、ね、生まれたばっかりで、まあ、秀吉も将来的にはこの鶴松に自分の後を継がせたいというふうに考えていたと思いますのでこの時秀吉のもとにいたたくさん養子がねいろいろいますのでその養子を整理したいという気持ちがあったみたいです。はい、でさらに家康は家康で関東に転覆してきたわけですけどもそもそもやっぱよそ者ですからそのよそからやってきた殿様って。 がね、その土地をね支配するのはいろいろ大変だっていうところがあるので、まあ、そういった意味でもその関東の名門でもう昔からその関東に根付いてる、ねえー、名前の有機っていうこのブランドそのブランド力を、まあ、自分の、えーね、実施がそこに入って関係性を築くことができればその有機ブランドを利用して、ま、た関東の支配っていうのをやりやすくなるかなというねそういう思惑があったと言われています。秀吉の一族かかかららら養養子子がが欲しいよって言っててる春智さんそれれ鶴松が生まれたから養子を、ね、整理し しななきゃいけないけ自分の跡継ぎはもう鶴松で決まってるからもう他の養子たちは後継がせないよということで整理しなきゃいけない秀吉そして関東の支配を盤石にしたい家康この三者の考えが合致して、えー、結城秀康はまたはもうその政治の駒としてこの結城家の養子となったということがありましたまたここにはですねいろいろちょっと言われていて、えー、この時結城春友,友には別の養子がいたんですね春友の甥いにあたる、えー、結城友勝っていうね武将がいたんですよね。 うん、この人がもともといて本来だったらこの結城治朝の後とは、えー、結城智勝が、ね、継ぐはずだったんだけどなんか治友は自分には娘しか、えー、子供がいなくてね男子の子供がいないからあの秀吉さんなんとかねその娘婿という形で秀吉さんの一族の人誰かもらえないですかとこの結城家っていうね鎌倉時代から続く名門を絶やしたくないのでみたいなことをね治、えー、友は言ったというふうに言われてますけどもいやちょっと待ってくれるとその前に養子入りしてるこの友勝っていう人がいるじゃないかっていうね話になってるんですよね。ただこの友勝は まあ秀康が来る前に親子関係を解消されていて実家に帰っていたとも言われてますしもともと友勝がちゃんと跡継ぎっていう話だったんだけどこの秀吉がこの自分の一文集をねじ込む形で無理やりその着させてて秀康を入れれたんじゃないいかかとかも言われています、まあ、どういったね真実があったかちょっと分かりませんけどもまあ友勝がそのね政治的な思惑のもと秀康は今度は結城家の養子になったということがありました。 そして、えー、すぐさまこの春友から結城家を継いで結城領10万石を与えられて独立した結城家の大名ということになったというふうになっていますがただここもちょっとねいろいろと疑問が残ります。と、えー、いうのもなんか独立した大名っていうにはですね領地のねこのねね国だがちょっと少なないいいんんじゃないかっていうのがあるんですよ、ね、秀吉の養子でしかも家康の子供っていう、まあ、かなり立場的にはすごい立場にあるにもかかわらず10万って結構少ないんですよね。だって家家康の家臣の臣 え、いい直政が十二万石、このね、関東の威風でもらってますから。で、えー、本田ターガスとか十万石あるわけなんで、まあ、家康の家臣たちと同じぐらいのレベルの領地しか与えられてないんですよね。なんか、ちょっと、うん、扱いが微妙だなっていう感じがして、えー、本当になんか、その、有機家を継いで、しかも秀吉のね、えー、養子で、家康の息子だよっていうことで、独立した。こう、一人の国持ち大名っていうには、ちょっと、なんか、国高が小さい、なんか、スケール小さいな、みたいな感じで、ちょっともやっとするんですよね。 はい、でここからのこの有機に養子に入った後の秀康の立場っていうのはまさにそのもやっとした微妙な、えー、立場の状態が続いていきます有機家を相続して、えー、一つの有機家の大名となったこの有機秀康なんですが、えー、この豊臣政権の中では 橋場結城少将とね、いうふうに呼ばれていたみたいです。この少将っていうのは、この時にね、秀康がついててい、官職ですね。左近衛、権の少将ってね、官職があって、それについているので、まあ、少将って呼ばれているんですけども。その名字がですね、羽柴結城っていうふうになってるわけですよね。だから、結城家の養子に入ったんだけども、橋場のこの名字は。なくなってないわけですよね。橋場の状態で、橋場結城少将って呼ばれているんで。まあ、この結城っていうのはね、まあ、その複合名字っていうのがまあ、中世はあるんですけど。義ヶ谷上杉氏とかもね、います。 けども、複合的なね名字で呼ばれていると。でしかも秀吉がちゃんとね豊臣姓っていうのをま与えられていますので、豊臣政権内では橋場一門、だから秀吉のファミリー、橋場家の人間っていう扱いを受けながら、結城家のこの名跡も継いだみたいな、まあ、ハイブリッドな存在という風になっていました。でその上で、加賀大崎一喜っていうのがね、この東北の方で起きるわけですよね。 秀吉の奥州使用きっていうのでもうこの西氏とか大崎氏が秀吉に協力しなかったのでね北条征伐の時にで領地没収されてしまって新しい秀吉の武将がこう西大崎の地に入れられたんだけど、まあ、そいつの、えー、支配がねうまくいかなくて一揆が起きるっていう、まあ、西大崎一揆っていうのが、まあ、あったんですけども、まあ、その時にこの秀安も出陣してるんですよね。まあ、敵と直接戦うことはなかったんですけども、えー、結城の領を出て出陣してるんですがその出陣要請をしたのは家康なんですよね。 メインで戦ってるのは蒲生氏郷と、ええー、伊達政宗なんですけど。まあ、彼らからちょっと援軍よこしてくれっていうふうに家康が言われて。で、家康から、えー、この結城秀康に対して、えー、お前も行けっていうふうに。 出出陣要請が出されてるんですよねなので橋場家一門でありながらかつ結城家の後継ぎでもあり軍事的には家康、えー、の要請も受けるだから家康の家臣、まあ、というかね家康の,の徳川家の,この命令も受けてるみたいな、まあ、かなりそのだから二重にも三重にもなった非常に複雑な立場にいたのが秀康です。もういいろろんななところに属しちゃってるみたいなね だから、まあ、先ほども言った通り、まあ、完璧なる有機、えー、家の独立大名っていうわけではなく立場的には、えー、秀吉の一門でもあり、えー、家康の子供でもありみたいなねかなり複雑な,な二重にも三重にも重なったもやもやとしたね、えー、パリッとしてないここですみたいな、ね、こういう私はこういうものですみたいなちょっと言いづらい、えー、そんな立場にいたのが秀康でした。はい、で、えー、秀吉が亡くなった後もですねその立場は面白くてですね、えー、なんと五大老というのねありますけども五大老の候補にもなっていたと。 えいうふうに言われています。五太郎というのは徳川家康、前田利家、上杉景勝、毛利輝元就、浮島秀家ですよね。まあこの五人が五太郎として有名なわけですけども、まあここにもしかしたら結城平さんも入るかもしれなかったっていう話があったらしいですね。前田利家と家康が秀康をここの五太郎の中にね入れる、だから六太郎にするみたいな話があったっていうことが伝わっています。まあ結局これは実現しなかったわけですけども、まあそういったところからその。 なんなんですかね <laughs>？まあ上杉を毛利も前田もね。こう。大大名ですから、まあそこに肩を並べる可能性があった。まあ候補に上がってきたっていうところは、まあもしかしたら家康が自分のこう派閥をね強くするためにこうね。じ込モードしたっていうところもあったのかもしれませんけど。もまあそれなりにやっぱり一大名としてもまあ評価されていたっていうね。可能性はあると思います。で、そしてこの面白いのがね。石田三成の護衛を務めたっていう話は有名ですよね。石田三成が加藤清正や福島正則たちから。 襲撃を受けた必勝、えー、襲撃事件っていうね事件があったわけですけども、まあ、その後家康の、ねえー、仲介とかもあって三成は辞職して、えー、沢山城ね自分の城に戻るみたいなことになったわけですけども、まあ、その途中また、ねえー、清正とか正成とかからね、えー、襲撃を受けないようにってことでこの、えー、秀康が護衛としてね 石田三成を守ったというふうふに言われてますので、まあ、やっぱりその秀吉の養子だったっていうところでその加藤とか福島たち豊臣恩子の武将に対してもまあ顔が利く結城秀康さんがね、えー、護衛やってならさすがに抗議できないなって思わせるような、まあ、そういう人物うでもあるし、まあ、でも家康の、ね、子供でもあってそうやって五大老にねねじ込まれそうになったりとか何とも、ね、い言いづらいというかねなんかこういう人ですってちょっと言いづらい微妙な立場にいたのが、まあ、秀康ですね。はい、でこの時あの三成からねお礼としてあの石田政宗っていうね 秀吉が石田三成に与えた名刀政宗を結城秀康に。 三谷がプレゼントしたとか、ね、いう話もありますよねでこの石田正真ではね現像してて、まあ、非常にねあの美しい、ね、刀で私もね見たことありますけどすごい、えー、いい刀でしたけどね、はいまあ、そんなね話がありますと、まあ、なので、えーこうね、家康陣営にも、まあ、秀吉側の陣営にも顔が立つっていうところね非常にこう便利に使われていた、まあ、人物なのかなというふうに思います、はい、でそして、えー、運命の関ヶ原の戦いですねこの関ヶ原の戦いが起きた時、えー、秀吉はその関ヶ原の本戦には参加しませんでした もともと関ヶ原の戦いっていうのは家康が上杉掛雄を討伐するぞって言って会津の方にバーって向かっていった途中で石田三成が挙兵して厳しスを返して関ヶ原が戦ったという戦いなので最初その上杉征伐に徳川軍は行ってたわけですね。でこの上杉征伐の軍に秀康も参加していましたただ三成が挙兵して家康が戻るぞってなった時に秀康は上杉掛雄の抑えとしてこの関東のところに残るっていうねことになったわけですね。 ま、これはえ秀康自身がね。非常に反対したとも言われてますけどね。やっぱ戦で手柄絶えたいから、俺を赤瓦の本戦に連れてってくれっていう風に言ったんだけど、ま家、あ、康ら説得されてね。まあ、今、上杉景勝を抑えられるのはもう秀康しかいないから頼むから残ってくれって言われて、もうその家康の説得に応じてえ。秀康はこの関東に残ったという風にも言われています。まあ、これもそのねえ。もう適任者がやっぱ秀康しかいなかったっていうところが大きい。 でしょうね。まあ家康としてはやっぱね東北の伊達政宗っていうのは信用ならないしあとは北関東の佐竹。 佐竹氏っていうのはあの家康にもつかないし、えー、三谷にもつかないこの東軍にも西軍にもつかないよという中立の立場を示していましたので、まあ、そういったねいつ敵側に寝返るか分からないっていう大きい大名がいる中で、まあ、それに目を光らせられるそういった勢力の抑止力になれるのはやっぱり秀康しかいなかったんですよねしかもね、えー、秀吉の養子だったっていうところもありますからその大義名分的にもこのね、えー、関ヶ原の戦いっていうのはあくまでその 家康が豊臣を乗っ取るみたいな話ではなくて、豊臣政権の中でのこの精力争いなので、まあ、家康も家康でその秀吉のこう意思を継いでるみたいなまあ、そういうとこ見せなきゃいけないんで、秀吉の養子になっていた。秀吉っていうのは大義も立つし非常に信頼できる人材なんですよね。だから、この関東に置いておいて、上杉開発さらに佐竹や伊達政宗っていう。 存在に対して、抑えになるのは、やっぱ秀康しかいないっていうところで、まあ、秀康がね、選ばれたんだと思います。で、えー、この秀康は、その関原の本戦には行けませんでしたが、まあ、見事ね、その上瀬一か月の抑えという、役目を果たして、まあ、武名をね、上げたと言われています。まあ、実際に、戦闘は、ね、起きなかったんですよね。上瀬一か月が南下して、来なかったので、戦闘にはならなかったんですけど。まあ、ただ、そのかえがね、江戸城をね、襲撃するかもしれないみたいな噂が立って。あの、兵士たちが浮き足だった時に、上瀬一かに対して挑戦状をね、送ったと。 あね、ただこの関東で待ってるだけじゃね暇だから攻撃してくるんだったら攻撃してこいよと一戦交えようぜみたいな挑戦状た叩きつけてでそれに対して景勝が、えー、家康が今いないその、ね、留守をね狙うなんてことはその、ね、上杉謙信公のね 後次である改、ね、革はやりませんみたいなことを言って改革の方が攻撃しませんよっていうことをねあの表明したので浮き足立っていた兵士たちが安心したと勇気でやす,すごいなみたいになったっていう話がねこれは上皇后年譜っていうね後に一、えー、前に言ってね福井藩の藩主になりますけどもその福井藩に伝わっているお話ではそういう話もあります。はい、なのでまあ直接的な,なんか、ね、戦闘で敵を倒したみたいな、まあ、そういう武名っていうのはなかったですけども、まあ、そういったこう、ね、武将としての器量統率力っていうのは ここでね発揮したというふうに言われていますそしてそのね上杉開発を抑えるという大役を見事こなしたということで戦後秀康は越前の国68万国に威風されるということになりましたすごいですね10万国から68万国ですから、まあ、大出世したわけでございますねはい。まあ、しかし大出世とはいえまあその ね関東から飛ばされてしまった地方に飛ばされてしまったということにはなりますので、まあそのね将軍の後継ぎにはなれなかった二代目の将軍にはなれなかったっていうところで越前の松平家と本家のね徳川家っていうのにはまあ遺恨が残ったなんてね言われることもあったりします。でちなみにこの越前に行った後秀康はですねもう有力の土地も離れたわけですからまあ名字をね徳川に戻したなんていう話もあります。まあただ一次資料からはこの越前に行った後に秀康がどの名字を 治っていたか結城秀康のままだった結城のままだったっていう説もあるし徳川に複製したっていう説もあるし息子の忠直がもう徳川勢を許されずに松平忠直って治ってるのでもう秀康の時点でも松平秀康になっていたんじゃないかとかいろいろ言われていますが詳しいことは分かっていません。 そして秀康がなぜ将軍になれなかったのかっていうね、えー、ところなんですけども、まあ、これはねやっぱり最初に言った通おり、まあ、母親の身分の差とかそういうことではなく、まあ、個人的には、まあ、その状況的にしょうがなかったっていうところなのかなという気がしています。 まあなんかね俗説ではその本田正信は、えー、秀康の方がねその武将の器量があるからって言って二代目をね将軍に推したなんていう話もありますけど、まあ、秀康ではなく秀忠が二代目の将軍になったっていうのはまあそのね能力とか、まあ、母親の身分とか、まあ、そういうことではなく単純にその適任者が秀忠だったっていうだけの話なのかなっていうふうには思うんですよね。 やっぱり秀康はその元々はその、ね、家康の嫡男みたいな扱いをされてたんだけど、まあ、それはあくまでその豊臣政権の中での話であって、まあ、秀吉がいなくなって、えー、でその後関ヶ原の戦いがあって、まあ、家康がまあ天下を取るっていうことになった後にはもうそのやっぱ家康のお天下なわけですからやっぱり家康の基盤をそのまま引き継げる人材の方がいいと思うんですよね。つまり家康をずっと一緒にいた人 家康の子供として家康のずっとそばにいた人で一番、ね、年上って言ったら秀忠なんで、まあ、彼しかいないっていうことなのかなっていうふうに思います。秀康は家康のそばを離れて、えー、秀吉の養子になっていた時期もあるしその後は結城家の当主として結城領の、えーね、こう支配をやってるってことでだからその代々との徳川に仕えている譜代の家臣とかとの関係性が希薄になってるわけですよね。 そんな、あの、秀康が急にその、戻ってきて、え、家康の後継ぎますって言っても、まあ、うまいこと機能しないんじゃないかって思うんですよね。だったら、もうずっと小さい頃から家康のそばにいて、で、家康の、このね、家臣たちに囲まれていた秀忠が後を継いだ方が、まあ、すんなりと、その、政権のね、異常っていうのもいけると思うし、周りもついてくるっていうね。まあ、そういうことなのかなと思うんですよね。この秀康のいろんなとこの様子に入ったりとかして、基盤がガチガチに固まらないっていう、まあ、この微妙な立場。 故に、えー、やっぱね。後をつけない。後、継ぎにはできないっていうところがあったんじゃないかなと思います。まあ、これはねこの状況を知ってたらね、うん。なんかね。普通に納得できるかなと思うんですけど、やっぱ後世の人たちはこんなね。あの秀康のこの複雑な立場っていうのはよくわかんないでしょうから、まあ、簡単にも分かりやすくするために単純にお母さんの身分が低かったんだよ。とか。まあそういうことで。 片付けられてしまったんでしょうねで後からそのいろんなストーリーとかもつけられて、えー、本当はヒデアスは武将としての器量が高かったけどお母さんの身分が低いからもう子供の頃から、えー、秀忠が跡継ぎになるっていう話だったんですよで片付けられてしまったのかなというふうに個人的には思います。 まあ歴史にもしもありませんけどもし豊臣政権が末永く続いていて、えー、この秀康が結城家の養子になるみたいな話がなければ、えー、その家康嫡子徳川三河守として、えー、徳川の宗家をね秀康がついていた可能性も全然あるんじゃないかなと思います。現に小田家は、ねえー、小田田は信勝の子供小田秀勝が、えー、橋場秀が っていうね。名前で橋場一門として織田家を相続してますしね。で、織田着流家の？ 秀信,ですよね、秀信もその秀吉の秀ノ内をもらって羽柴、まあ、秀信になっちゃってるわけですからそういったこう橋柴家に吸収された形の徳川家っていうのをもしかしたら秀吉は考えてたかもしれません。まあ、その駒ととしてはこう、ね、秀康は秀うってつけだったんじゃないかと思いか思ます、まあ、でも途中でその結城家の養子に入るとかね、まあ、関東の支配がね不安だとか、まあ、いろんなことがあって立場がこうねぐちゃぐちゃぐちゃってなって最後家康が天下取ったから 変ななな感じにっっっちゃたたというかね後継げなかね徳川の展開になったら徳川のあと告げなかったみたいな、ね、ことになっちゃったんじゃないかなと思いますね。はいまあ、非常にちょっと、ね、複雑な、うん、ちょっとお話でねもしかしたらあの難しかったかもしれませんけども、まあ、ちょっとね、えー、そういうなんか母親の身分がどうのみたいなそういうシンプルな話ではないぞと歴史の話っていうのはいろんな要因がね混ざってねできてるんじゃないかっていうことをねちょっと言いたかったので今回動画にさせていただきました参考文献などは動画の概要欄に書いておきますので是非そちらもチェックしてみてください。それではままたお会いしましょう さらばシャ。